新白川駅前の三菱製紙さんのですね、敷地という先ほど看板がありましたが、公園のように、なっているところですが、立って歩いていてもですね、1ヶ月以上経過しておりますけれども、線量はかなり高いです。カウンターが、ゼロに戻ることありませんので、かなり高いですね、通常と比べますと。10倍、20倍はあるんじゃないでしょうか。立って歩いておりますが、そうですね、かなり反応はしておりますので、かなり高いと思います。地表の辺になりますと、やはりですね、さらに高い状況が確認できます。ただいまこの場所、地表ですと、カウンター、メーター読みですと、2から4ですかね、マイクロシーベルト、毎時という程度かなと思います。やはりどこで測っても、この程度のですね、値が出ています。